こんにちは。いや今日阪神の話題なんですけど、阪神まあでもちょっと空いてるからな、優勝からね。まあ阪神ファンはいつかいつかと、高木豊が阪神から離れたかと。そうだから離れてないですよね。一日中日に行ってましたからね。まあいまだに行ってるけど、最近ちょっと巨人離れかなという、そうなんですよ、ことは言えるけどね。今日は阪神です。まあ阪神は DNA のファンが「お前 DNA やれよ」みたいな。いいじゃないか、ほらスーパーカー着てるから T シャツだけで許してっていう感じですけど、いやまあ阪神の選手が本当に成長してきて、今は素晴らしい選手たちに育ってるっていう、それもこれもやっぱりちょっと阪神のドラフトがすごくいいんじゃないかというのを実は記事で見つけました。戦略あるよね。実は阪神のドラフト、非常に戦略を練ってその年ごとに取っているというのが明らかになりました。でも各球団普通そうしてるはずなんだよ。でもそれが身になるかならないかなんだよね。そうなんです。だから同じようなタイプがいてもどっちを取るかで多分成功してるんだと思う。そうですね。あと傾向もありますし、岡田監督は苦順悪いからな。多分去年もそうでした。今年も多分悪いと思う、苦順は。そうなんですね。そうそうそう。いやただこれ、2018年のドラフトはセンターを強化するというのをドラフトの取ってくる課題に掲げて、上位では近本選手、小畑選手、木浪選手を指名と。で今この選手たちは非常にいい選手に成長してセンターライン守ってますからね。だからなんていうのかな、どういう選手に目をつけるかだよね。あとはいや他にも候補はたくさんいたと思うんだよ、そのぐらいのドラフトの時に。でもしっかり成長したよね。そうですね。で翌年2019年は将来の主力投手というのをテーマにしてドラフトを取りに行った。そこで1位に西純也投手で、3位で及川投手を指名ということで、ここは将来の主力投手で、2020年は近い将来に優勝するための即戦力を取ってこようというのを課題にして、1位に佐藤輝明選手を筆頭に、2位は伊藤将司投手で、5位に村上頌樹投手で、6位に中野選手で、8位に石井投手を獲得と。で今みんなレギュラーですもんね。すごい課題になってる。まあ振り返るとそういうことだよ。まあ横浜が98年優勝する時も、木庭さんというね、スカウトが広島から来られて、その取った選手たちが全部主力で優勝したと。だからまあいかにドラフトが大切かということね。そうですね。それとやっぱりメンバー見てると、今話聞いてるとピッチャーは高校での優秀な子も取ってるし、まあもちろん大学行った人もね、割と取ってるよね。ただ野手はなんか大学を経由した野手を取ってるっていう。今のスターティングメンバー見てもほとんど大学出てるというね。近本が関西でしょ、中野が東北福祉で、森下が中央、大山が白鴎でしょ、で佐藤輝が近代でしょ、で木浪とか坂本とか明治とかアジアじゃない、全部ですね。ほとんど大学出てるよね。で梅ちゃんもそうですもんね。梅ちゃんもそうかな。だからほとんど大学でっていうのがね、これは何かあるんじゃないかなっていうような気がするけどね。クリーンナップは大学での野手でドラフト1位でしょ。あ、そうですよね。みんな森下、大山選手、佐藤輝選手。だからまあここら辺の戦略とか取り方、そういうのはやっぱこう戦略通りにいってるというね。そうですね。またその選手たちが本当にこう一軍でレギュラーで活躍してるっていうのがやっぱり、まあそうだね。まあ実力もあるんでしょうけど、まあコーチングだったりとか、ドラフトの取ってくる育てる選手が成長して活躍するっていうのがすべて見事綺麗にはまってるという。そうだ。まあそういうことを考えるともう見事だよね。見事ですよね。じゃあ逆に失敗してしまうドラフトのパターンっていうのはどういうパターン？いやただね、失敗してる子もいるよ。全員が全員じゃなくて、やっぱり失敗してる子もいるけども、でも高校からすぐ野手で取られた選手っていうのはなんか伸び悩んでるっていう傾向の選手もいるよね。そうですね。すぐにはまず出てこれないってこともありますし、ただね、やっぱりチームっていうのはカラーを持ってるから、自分たちのチームにカラー的に合うか合わないか、そういうのはあると思うんだよ。クラス替えでもするとさ、あ5年の時は良かったけど6年の時このクラス全然つまんないじゃんみたいな、はい、そういうことは昔経験したと思うんだみんなね、うん、だけどドラフト指名っていうのは喜んでいいんだけども、まあ、だけどどこに選ばれるかどの球団に入るかによってやっぱ全然変わるよね。確かに例えば厳しい監督のもとだったら大学が厳しいところの選手っていうのは伸びる可能性もあるでしょうし、逆にそこに伸び伸びとした風潮の大学高校での選手が行ってしまうとちょっとえみたいな萎縮するかもわかんないな。そうですよね。だからまあその取る側の責任なんだけど、うん、やっぱこの子は合うなっていうね、うん、そういうところで取らないと。うん、うん、逆にその大学とかでのびのびとやってる出身の大学の選手はのびのびとだから自由な、例えばなんだろう、まあ、分からないですけどオリックスとか西武とかなんかちょっと興奮っていうか、うん、なんかこうね、まあ、あるあるありますよね、うん、まあ東都とか、うん、まあ六大学ってやっぱある程度厳しくされてるよね、はい、で戦いも厳しいし優秀な選手もたくさんいるから、うん、そこにもわれてる選手っていうのはプロ行ってもびっくりするようなことはない。そうですね、うん、だから、まあ、そこら辺はね取る側とすれば割と安心して取れるのかなっていうような感じはするけどね。そうですよね、うん、自分のところの本当にチームに合うキャラクターなのかとか精神力なのかとか、まあそうだね、だからまあ阪神は成功してるっていうのはやっぱそういう性格的なもの、うん、そういうことも含めて見てるのかなっていうような感じはするよね。そうですね、うん、いやでもだからドラフトとかでも例えばあるチームはなんで外野ばっかりこんなに取っちゃうんだろうとか、なんでリスるなぁ怒られるぞお前。例えばなんか内野芝が取っちゃってとかなんで変えるんだよそこでもこの前ねたまたまエスコンで日本ハムのスカウトと会ったんだよ。はい、でお前日本ハムのスカウトたちって優秀だなっていうわけ、うん、何人ぐらいいるんだったら10何人いるって言って、そんなにいるんですか。やっぱ地区によって分けてるから。でそれで「お前真っ暗お前なんか遊んでたんか」って言ったら「いや全部見に行ってるんですよ」とか言って、すごい血眼になって探してるし、そういう探すのは噂を聞きつけて、いやだからそこは人脈なんだよ、だから情報をくれるんだよ。そこの高校ちょっとあそこにすっごいいいのいるから見に来てるとか、いやそういう人脈があるんだよやっぱり。それがない人はやっぱそういうこんなとこにこんな選手が、言えばそのソフトバンクで監督やった秋山なんか、はい、ドラフト外だから、西武の時ですか、うん、公立高校でね、はい、そういうのも隠されてるんだよ。でもちろん他球団に知られないように撮影行かなきゃいけないんですよね。もう土に埋めとく感じもうそうですよね。ドラフトかけた後にこう掘り起こすみたいな、あるのか、そうですね、まあそういうのもあるらしいんだよね、はい、でとにかく人脈と歩き回って自分の目で、はい、それで言ってたよ、アマチュアばっかり見てると目線が下がる、だから時々プロの、レベルの高いね、はい、試合を見ないと、それに合わせて見ないと狂う時がある。だからそれがないようにエス君来てたんだよ。あ、ちょっと目を肥やしに来ましたって、努力してるよみんな。でもやっぱ屋台骨支えるのはドラフトだもんなって言って、編成とそうですよね。いやまあそうやって豊さん言ってくれると嬉しいですけどって言ってたけど、いやだけども実際そのぐらい歩き回ってさ、血眼になって探してる。まあ今もそうだけども、日本がうまいって言われてるのは、とにかくスターを取ってくる。で3位以降は特徴で取ってくる。あ、やっぱコンセプトが決まる、決まってない。各球団違った。昔巨人は優秀なアマチュアの成績順から取っていった。だからジャイアンツが強い時っていうのはほとんどドラフト1位だから、レギュラーがみんなそうか。いやもう安倍晋之助、はい、高橋由伸とか、うん、二岡とか、はい、まあ上原とか、そう、ああそうか、ほとんどドラフト1位が席巻してたレギュラーを。はい、で今はその阪神は大学でが席巻してるし、うん、ドラフト1位の大学で、うん、森下、大山、里輝、だからそういうのがずらっと、だからやっぱりね、特徴ってやっぱ出てくるよね。そのコンセプトを持ってる方がいい。そうですね、うん、DNA だったら左ピッチャー、そうかそうかもうここに終始する。あ、それはそのベンチレベルというか監督からの要望で編成が動くんですか、それとも何回いいですか。まあ俺は思うに、ドラフト1はドラフト1の気持ちがよくわかるという、だからドラフト1位が出てると話も共通するところがあると思うんだよ、まあ、例えばこうドラフト1位同士、はい、打てなかった、まあ、ドラフト1位つらいだろうみたいな気持ちが分かってやれるじゃん、はい、とか、うん、大学でだったら阪神みたいに。なんか気持ちはわかるじゃん、同じ大学卒とかね、はい、で日本ハムだったらスター、スターばっかりとる甲子園のスター、まあゆうちゃんとか、はい、吉田康生とか、清宮とか、はい、ああいうのも話合うよね多分。まあそうですね、分かってやれるよね気持ちが。だからまあそういうところで働きやすい、左ピッチャーだったらいい先輩たちがいるみたいな、見て学ぶみたいな、はい、まあそういうこともあるし、だからやっぱりこう偏りは感じるかもわからないけども、利点の方が多いかなっていう感じはするじゃないですか。そうですね、それって例えばじゃあ今シーズン戦ってみてチームの弱点は何だとか、じゃあ来シーズンに必要なものっていうのを会議で監督もコーチも含めてそのみんなで話し合って、じゃあこういう特徴のある選手を今年は取ろうとかってなる。まあそうそうだね、監督のもちろん意向も大きい、まあ意向もあるけども、でも1年間こうその血まなこになって、革靴なんか多分3足ぐらい、4足ぐらい水平やらして、はい、歩いてると思うよ。歩きながら情報を取りながらって、やっぱその人たちの意見を尊重するというじゃないとモチベーションなくなるじゃん、スカウト。スカウト、まあそうですよね。これだけ見てて、よし今年はこうやってドラフト1お願いしますみたいな、ね、でもちろん監督が見て、いやこっちにしようみたいな、ガクンみたいな、確かに口代くれみたいな。そうですね。ただそのドラフトを見るそのスカウトの人たちも自分の見てきた選手を何名かどうですかってプレゼンするじゃないですか。でも全員が全員かけられないんで却下される場合ももちろんあるわけですもんね。ある。そうですよね。だから地域に分けられてるから、東北地区、北陸地区、関東、関西、中部地区、四国、中国、九州、沖縄までいる。すごいな。優秀なスカウトの人どうやってスカウトしてくるんですかね。やっぱね、優秀な人は性格まで見てるんだ、所作だ、能力は分かるじゃない、だけど所作とか見てて、あこの子はプロ向きだとか、あこの子はこういう態度するとちょっと気が弱いなとか、で目の動きを見てて、あちょっとキョロキョロするんだって、これはなんか周りにものすごい神経を尖らせてるとか言ってたけど、でちょっと一言振ったんだよ、あの上田西の横山、ショートの言った瞬間に「あれはいい」って言ってたよ。あ、本当ですか。あれは違うっつってた。やっぱ甲子園の中で見て、そいつも言ってたけど、所作あれはプロとして通用するって言ってた。お、じゃあもう上位でどっか行きますね、横山君期待してます。そうですね。そっか。でも高卒でも取りたい内野手外野手っていうのはやっぱりいるわけですもんね。大卒だけじゃなくてっていう。いやだからもう今年ドラフトがね、時期が近づいてきますけど、やっぱシーズンが終わると一気にやっぱドラフトの方にシフトして。いやもう動いてるよ、動いてる。まあ情報もどんどん監督だったら入ってきてるよ。そうですね。クライマックスで大変なところ、今そんなことじゃないみたいな言いたいけども、やっぱ来季のこと考えると、もう本当準備に入ってるですよね。で、以前の豊さんのこの動画で、今年はどうやらその大学に進学する選手たちが多いんじゃないかっていうね、予測の中でも何名かでもプロ志望の選手たちもいるので、そういった選手たちプラスこの選手いたんだっていう選手も取るでしょうし、どっか可能性はあるね。あ、取ったらいいじゃないかみたいなことになるし。ね、その選手たちが即とか、じゃあ何年後戦力になるのかっていうのもまたキャンプで見ながら楽しみです。いや楽しみだよ。そうですよね。ドラフト会議のもう豊さんの動画で速報で出しましょうね。また何をドラフト1位指名のここのチームはこの選手取りましたね。動画の上に書いておけよ、速報入れて。まあいつ見るか分からんけどな、みんなはね、テレビじゃないから。そうですよね。いやだね、今年のオフどういった選手たちを取って、その選手たちをどういうふうに育てて、まあでも話の取っかかりは阪神からだったから、阪神がどういうドラフトね、岡田監督がどういう人に目をつけるか、でスカウトと話してね、開業してどういう選手をピックアップしてくるのか、まあちょっと楽しみだよね。そうですね。